おはようございます。おはようございます。本日は、はい、パッキング動画です。わお、新しい。はい。新しい。多分この動画が出ている頃には、もう行ってると思うんですが、はい、北海道の方に、うん、旅行に5日間ほど行くことになりまして、はい、行ってまいります。はい。普通の旅行だったら、私たち結構、軽装備で行くので、ちっちゃい、スーツケースと、まあ、ボストンバッグ1個みたいな感じで行っちゃうんですけど、はい、今回はスノーピークさんのキャンプ場の方で、重箱に重箱の方に、はい、泊まろうと思っております、はい。まあ、重箱なんで結構必要最低限のものは置いてくださってるので、うん、問題ないかなと思うんですけど、まあ、とはいえなんかちょっといろいろと自分たちの方でもキャンプ道具をね、うん、持っていかないといけないというところで、はい、まあ、いつもみたいにそのパンパンなね、うん、車いっぱいに積んでるのをそのまま持っていくわけにはいかないので、はい、ちょっと多少厳選してやっていこうと思っております、はい、はい。でちょっとサイズ見てもらったら分かると思うんですけど、うん、今まで無印の36リットルの、うん、スーツケースをずっと使ってたんですけど、今回旅に出る3日ぐらい前に急遽入らないということに気がつきまして、はい、75リットルの、スーツケースをこちらを購入いたしました、はい、30分前に帰ってきましたギリギリすぎるまあ、こっちの方には基本的にその着替えだったり、うん、衣類関係が入っているので、はい、あんまりキャンプ関係ない感じにはなってるので、これはちょっと割愛します、うんうん、はい。こちらもどんなキャンプ道具を入れてるのかっていうのを今回紹介できたらなと思います。はい、はい、本日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますってことで、ってことで今これもパッキングが終わってる状態なんですけども、はい、開いてみましょうか。はい、はい、せーの、よいしょ、よいしょ、はい。前提なんですけど、うんうんうん、重箱に何が入ってんねんというやつ。はいはいはい。そう、まあ、重箱っていわゆるコテージみたいな感じなんですけど、うん、とその中に、まあ、ある程度そのスノーピーク関係のグッズというか、うんうん、あれが入っておりまして、うんうん、備品が、セミダブルマットレス、うんうん、掛け布団、うん、枕、まあ、これは普通に寝る用のものが一式ありますと、うんはいはい、で、テーブル、チェアが2つ、マグカップが2つ、エコカップが2つ、うん、ケトルが1個、ガスストーブレギが1個、なるほど、と LED ランタン、ホオズキ、ホオズキね、うちの家も持ってるやつ、うんはい、と、リトルランプノクターンが1個ついてます、はいはいという感じなので、まあ、結構充実はしてるよね。そう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 、割となんか頑張ればそれだけでも過ごせそうな感じではあるんだけど、うんうん、まあ、とはいえ、料理とかするにはちょっと心もとない、うん、そうだね。あと注意しなきゃいけないのが、その重箱にある備品が外に出せないんですよ。そうそう、椅子とかテーブルとかは外に出しちゃいけないので、そうだから外に出したい欲を抑えきれずに我々は椅子とかを持っていきますはい、はい、まあ、まず我々が普段よく使っているお皿、チョプレートですね、はい、2枚あります。はい、これめっちゃいいのが、この上がまな板になる、まな板にそうなるので兼まな板みたいな感じで便利です。はい、便利です。はい、で食材系とかだと、はい、まあ、この中に、コーヒーの粉だったりだとか、うんうんうん、インスタントコーヒーの粉だったりだとか、はい、一応念のため網を持って行って、ストーブの上に網を置いて、まあ、軽く炙ったりとかできるんじゃないかなと思って、うんはい、100均のダイソーの網か、焼き網、はい、これ足ついててちょっと浮かせることができるんですよ。そう、便利便利、はい、を念のため持っていきます、はい、と、あとはまあ、一応ポリ袋あるって書いてたんですけど、うん、まあ、いろいろ念のためポリ袋、いろいろ便利なポリ袋、はいはい、をここのポケットにガサッと入れております。あとはもう一個、はい、あんまりそのキッチン関係関係ないんですけどLED ランタン系の、はい、まあ、シェードを薄っぺらいので、あとかつ里帰りなのでワットイーウォントさんのシェードを、はい、ついでに入れてます、はい、ランタン自体は手に持つで持っていかなきゃいけないので、はい、こっちはシェードだけ入れてます、はい、続いてキッチン系紹介したからそのままキッチン系いくか。そうしましょう。普段よく使っておりますキッチンペーパーです、はい、
チンペーパー持ってってる理由が、うん、私たち最近めちゃめちゃ愛用しているフォレストウォッシャーさんっていう、うん、あのシュシュってして拭き上げるだけの紙グッズがあるんですけど、はい、これですね。はい、便利です。はい、これを、持っていくので、でこいつもこいつでもしかしたらワンちゃん勝手にシュシュし始めるかもしれないので、はい、袋のジップロックに、はい、入れて持っていきます。入れて持っていきます。はい、キッチン系はその他クッカーですね。はい、これはスノーピークのめっちゃ愛用しまくってるクッカーです。はい、まあ何でも使えるこやつを持っていこうと思います。そうです。はい、はい、あと、まあ、いくつあとも問題ない。シェラカップ、うん、今回4つですね。そう、1人2つで、はい、カトラリー系ですね。うん、これあの我々が普段通っているキャンプヒルズさんの福袋でゲットしたカトラリーケースです。うん、これねすごい結構ジャストサイズでいろいろ入ってます。うんうん、で入れすぎてパンパンになってる。トング、折りたたみのトングです。折りたたみトング、これがこういう感じで使えるトングになってるので、はい、いいね、この子フッ素加工なんで汚れ持ちやすいです。あ、そうなんだ、うん、すごい。あとは、スノーピークのはい。スクー、スクー、はい、これも軽くてコンパクトだから入れやすいですね。あとはいつも使ってるベルモントのお箸、はい、これがね全部入るんですよね。もうこれだけあれば何でも食えるよ。確かに間違いない。食事枠かと言われると謎なんですけど、マウントスミさんの折りたたみのミニテーブルですね。はい、これも重宝してるね。そう、これもかなり使ってる。で今回その焚き火セットとかを借りて、うん、外で若干晩酌とか、うん、なんか焼いたりとかしたいなと思ってるので、はい、これを置いといて、ね、お外に、はい、うん、持っていこうかなと思ってます。まあ、雪でもテーブル作ってみたいけどね。あ、確かにね、うん、なんか楽しそうだよね。はい、こんな感じで、はい、まあ、ちょっとした物置にはなるんじゃないかなと。うんうん、アルミロールテーブルだとちょっとね大きいんだよね。うん、これはね平べったくなるからねめっちゃいいです。はい、食事系は以上かな。そうだね、食事系は軽く以上になってます。はい、まあ、さっき外出るうんぬんかんぬん振ってたんですけど、うん、まあ、外に持っていく用のいつも使ってるチェアを2つ、はい、これすごいよね、入ったね。ヘリノックスの、タクティカルチェアの L サイズ使ってます。はい、L サイズ2つ入るのすごいね。すごいよね、ちょっと大きいかなと思ったんだけど意外と入ってね、うん、よかったよかった。うん、ここにねちょうど気持ちよく入るんですよ。素晴らしい。うん、お外に出た時に、うん、まあ、多分街灯とかついてて明るいちゃ明るいと思うんですけど、うん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 、と念のためランタンスタンドも持っていこうかなと思います。はい、あとはまあ YouTuber なん で三脚もついでに入れてますが、はい、まあ、これはあんまりキャンプ関係ない。そうです。とあとはまあ焚き火用に手袋ですね。こっちは私ので、これツナさんの、はい、で持っていきます。はいはい、私はもうこのマウントスミさんの手袋に絶大な信頼を置いてる。であとはいつもそのナイフとかを入れてる袋を、うん、まあ、ちょっと中身厳選して持っていこうと思います。はい、でこの中に何が入っているかと言いますと、フェデカのバトニングナタ、うんうん、とピネルのナイフ、はい、これはあの料理用ですね。うん、はい、ナイフも一応持っていきます。はい、モーラナイフだな、モーラナイフ、うん、でこれはもう全部ここにまとめていく。はい、で着火剤とかも飛行機の中に持っていくことはできないので、持ち込みでも、うん、手荷物でも、手荷物でマッチとか、 なんか限られたすごい少数のものだったら持っていけるみたいなんですけど、ね、結構制限が厳しいんですけれども、うん、持っていける方法でちっちゃいのが持っていけそうなので、うんうん、まあ、マッチを一箱持っていこうかなと思ってます。はい、ファイヤーライターズはダメでした。そう、ファイヤーライターズとか分炊きとかそういうのはダメなので、うん、私たちは現地の DCM とかに行ってそこで分炊き買おうと思ってます。はい、使い切れますか。はい、ファイヤーだ。あとは北海道の寒さを数字で体感したいのでいつもキャンプで使ってる温度計、はい、はい、これも持ってきます。楽しみだね、ね、うん、本当は椅子の枠で紹介する予定だったんですけど、チャイハネさんのチェアカバーをとうとう購入しました。素晴らしい。チェアカバーはなんかずっと欲しい、お尻が冷てえみたいな話をしたんですけど、うんうん、ようやく重い腰を上げて、しかもセールで半額だったんですよ。やった、買い物上手。2つで3000円ぐらいで、うん、安い。
結構布製でモハモハしてるので、うん、まあ、その分あったかいんですけど、うんうん、まあ、かさばるから、ね、そうかさばるんで100均ですごいですよ最近も100均何でもある、ね、100均で、圧縮袋を買ってきまして、うん、まあ、それでぎゅうぎゅうに圧縮してこのぐらいのサイズになっております。素晴らしい。これも持っていきます。はい、はい、っていう感じですね。はい、以上です。はい、結構いろいろ持っていけるんじゃないか。そう、うん、まあ、これが足りたのか足りなかったのかは当日わかります。そうですね、うん、実際に行ってみてあれあったらよかったなとかこれあったらよかったなっていうのが出てくると思うのでその時はまた北海道編の動画の中で、はい、はい、ご紹介できればなと思います。はい、じゃあ一回詰め直そうか。そうしましょう。半分だけかよって思われたかもしれないですけどこっち側半分は全部衣類が入ってますので、はい、冬用の衣類が入ってます、はい、実質これだけで収まったって感じです、うんうんうん、だから36リットル40リットル弱あればそう1回分のキャンプ道具は何とか持っていけるよと、うん、まあ、厳選はしてますが、はい、はい、そんな感じですね。そんな感じです。はい、はい、はい、ということでご紹介でした。はい、パッキング動画になります。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。バイバイ。北海道だうおーいっぱい食べるぞ。うー太って帰ってくるぞー